さあ皆さん、最近ですね、体が凝り固まっていませんか？ちょっとこちらご覧いただきたいんですが、厚生労働省の調査によりますと、体のお悩み、男性1位が腰痛、2位が肩こり、女性は1位が肩こりで2位が腰痛だそうです。女性も肩こりも、どっちにしても腰痛と肩こり持ちだってことですよね。肩こり腰痛はもう皆さん、絶対来ますよね。大体体を動かすことが面倒になってくるから、はい、いろいろ出てくるね。おっしゃる通りなんですね。中高年の皆様はやはり体を動かす機会というのが少なくなります。実はそれが先ほどの腰痛や肩こりの主な原因の一つだと言われておりますね。肩が辛い、腰が辛いといっても体を動かさないってこと自体が問題なんですね。筋肉痛とか腰の怪我だったりってやっぱり、スポーツもそうですし、動かしすぎたりすると起こりうると思うんですけど、これまた動かさないと固まっちゃって、それが腰痛につながる、肩こりにつながる。さすがアスリート、さすがでございます。どうしても長い時間座り続けていますと、長期間一定の姿勢、これを続けることはどうしても多くなりますよね。そうしますとやっぱり筋肉が疲労、そして収縮してしまう。つまり筋肉が硬くなって血行も悪くなってしまうんです。それどころか歩かない生活を続けることによりまして、筋肉が退化しまして、筋肉のバランスが崩れる。さらに悪い姿勢、この癖がつきまして、それを体が記憶して体に歪みを作り、慢性的な肩こり、腰の悩みを引き起こすということなんですね。この話聞いてもどうしたらいいのか私分からんだって。いきなり急に体を動かせと言ったって、この年でそれができるかしら。そうね、急にっていうのが怖いしね。そうですよね。ご最初ですよね。長時間長期間一定の姿勢を続ける、同じ姿勢というところ、これを直すのは大変だと思うんですよ。ですから次の段階の筋肉ですね、筋肉を何とかする、これ筋肉が硬くなるというのをどうにかしたいというわけなんですね。確かにね、今から体を動かせとか鍛えろって言われてもできませんよね。硬くなった筋肉をほぐしてあげるのがいいってことですね。はい、そうですね。やっぱり肩こりも腰の悩みもですね、大事なのは筋肉の緊張をほぐして、それからですね、血行を良くして体を柔軟にすることでございます。さあそこで今日はお家にいながら、テレビを見ながら、スマホを見ながら、寝っ転がりながらでいいんです。簡単に筋肉をほぐすことができる、その名もながらクスフィッテ、これをご紹介いたします。もう私ながら大好き簡単にできるってのは一番ですね。販売以来大好評のスライブプレミアムシリーズから、簡単自動横になるだけで快適マッサージ&ストレッチ、新発想の医療機器ながらクスフィッテのご紹介です。姿勢が一番いいとこ上がってました。すっごい上がってました。上がる、今から脇腹上がってます。来てます。上がることによって、今は胸が開いてます。ちょっと、腰が伸びる。はい、本日ご紹介いたしますのは、すでに古賀さんに早速使っていただいておりますスライブプレミアムシリーズ、簡単自動横になるだけで快適マッサージ&ストレッチができるながらクスフィッテですね。本日はですね、体をほぐして血行を良くすることがいかに重要かということで、ボディケアの専門家帯方先生と一緒に説明していきたいと思います。ちょっと待って、俺体験されているお子さん見て、その状態見て、
のど自慢が。冷蔵庫に取ったら美味しくないよな。ちょっと待って、開けて、これ開ける。美味しそうな。そうかな、あそこの美味しいけど、分からん。残ったら食べるけん、捨てられると思った、うん、どうやって食べるこれ。醤油かけて。違う、そういうことじゃなくて、箸とかフォークとかって言おう。でよ、醤油はどうする、さらにやっとった方がいい、うん、もうかけとった方がさらになかな。知らないけど食べやすいのに手があれになるよ。うん、手洗いに行ったら、ここつけてこう食べた方が世話ないことないよ、手が、うん、そういうか手が逆にいかんよ、うん、どっち手どっちにいる、どっちがいい、右左側ちょっと、そうしたら美味しそう。何？いいの？いいの。どう？いただきます。おいしい。型からこれ作り立つじゃないと美味しくないよな。この味は美味しいな、ご飯の味が。あ、四つ目したらいいか、落ちる落ちる。食べるときは集中センターから食べることに。テレビ持って口に合わせたりと。
口に、いやそれ口にいやごちょっとそれも虫も大事なんだけど、口につづったら口に虫来るよ。これまたここおいしい、この味